188日目のドラム練習です。今日はですね、ドラム練習を始める前に、これマスキングテープなんですけど、このマスキングテープを、このいつも使ってる、マットの上に貼りまして、セッティングを簡単にしようかなと思います。まあ、去年ドラムチャレンジ1年目は、あれなんですよね。電子ドラム置きっぱなしだったんで、もうセッティング毎日しなくてよかったんですけど、今ここでその筋トレ動画も撮影してるんで、毎回片付けてまして、それでまあ毎回毎日セットしてるんですけど、それが非常に手間だということで、目印置いてみたらどうかなと。なんで今までそうしなかったの？どの印が何かわからなくなりそうだな。これできっと明日からいつもより楽になるはずです。まあでも微妙に場所変わったりするしな。どうなんだろうな。はい。というわけで改めまして188日目のドラム練習です。あ、やべ、カメラの画角変えるの忘れてた。今日から、かなり難しいというか苦手なパラディドル編に入ります。71ページ、ノーマルパラディドルからやっていきます。はい。じゃあ30分ほど練習したのでやってみます。目標テンポ100です。足かなり苦戦しました。最後のメニュー。ちょっとまあ、やってみます。いやー、ちょっとバタバタですね。慣れてないですね。じゃあ次は72ページ、インワードパラディドルをやっていきます。はい。じゃあ最後まで練習したのでやってみます。目標テンポ100なんですけど、前の週は80までしかできなかったみたいです。で、今90まで、なんとかかんとかやれるようになったかなと思います。というわけでやってみます。綺麗じゃないですね。綺麗じゃないです。綺麗じゃないですけど、まあ、譜面を折っているって感じです。はい。というわけで、188日目のドラム練習でした。まあ、昨日はかなり、なんかその、感触に違和感があって、なんか、うわ、これ大丈夫かなって、ちょっと心配になった部分もあったんですけど、今日やっとこの BD10、BD10、この BD10 に、まあ、慣れてきて、ちょっと、掴んだかなってとこですね。で、昨日、YouTube でドラムレッスンを配信されてる漢字で、名前がちょっと読み方わかんないんですけど、ゆうまさんっていうのかなが、自宅のその練習の、まあ、電子ドラムの紹介をしてたんですけど、電子ドラムの紹介のついでに、この BD10 が出てきたんですね。で、曰く、その、本物のドラムより、まあ、セッティングにもよるらしいんですけど、本物のドラムよりも、こいつは跳ね返りが強いらしいんですね。ポーンってこう返ってくる感じ。で、それが悪いかってことなんですけど、なんか練習としてはそれはもう全然いいっていうことらしくて、なんなら。その、コントロール力が、より必要になるんですかね。全然問題ないということで、ああ、だったらと思って、まあ、これで頑張って練習していこうかなと改めて思った感じです。はい。で、あとは、まあ、今日はセッティングのその位置を決めたっていうことで、まあ、次回から楽かなっていうのが成長したのと、あとですね、実は、まあ、この、まあ、BD10 買って、まあ、今日練習してて、改めて思ったことがありまして、まあ、今月は買わないんですけど、まあ、来月の新アイテム、それ買おうかなと思います。
まあ、また些細な新アイテムですね。これより全然些細な。些細だけど、実は多分相当大事っぽいぞって気づいたアイテムがありました。なので、それをちょっと買おうと思います。まあ、増設するっていうより、ちょっと交換するアイテムですね。まあ、それは、来月にしようと思います。一月に一回、アイテムを更新するっていう。じゃあ、明日もまた頑張ります。お疲れ様です。